久しぶりです。大東です。なんかこうカメラの前で話すのは久々なのでテンパっちゃうかもしれないですけど、よろしくお願いします。チーム移籍しました。 SNS とか、インスタ、ツイッターとか、ちょっとブログだったりなんかこう見てくれてる人は、知ってるかと思うんですけど、一応ルクセンブルクの一部リーグ2022年の3月頃に退団して、2022年の6月末、大体7月頭ぐらいに、千葉県リーグの、3部リーグに所属する流山 FC というチームに移籍しました。肩書きで言えばルクセンブルクというか欧州リーグ1部から J リーグの J9部移籍したという形になります。3月に、本帰国してから、7月まで、僕が何をしてたかっていうのもちょっと話すと、いろんな人と会って話したりとか、そのサッカーの、スクールというか代表をやらせていただいて子どもたちに指導したり、もちろんそのサッカーを完全にはやめてなかったので、その次のチームを探してたり、一応海外をこう行きたいっていうのはあったんですけど、なかなかこううまくいかず、日本でチーム探してこういろんなチームに練習参加しながら、自分がどこの環境、どこのレベル、そういうのを見極めながらこう探してたっていう感じですね。大東サッカースクール的な感じで、単発イベントとかもやらせていただいて、子どもたちを一日でこう見たり指導したりというふうに、知り合いを通じてやらせてもらったりしてましたね。濃い時間だったというか、やっぱこう何事にもチャレンジしていって、別にこう間違ってはなかったかなというふうには思ってますね。流山 FC について僕がなんで入ったかとか、どういうチームなのかっていうのをちょっと説明したくて、2021年、去年に設立されて、今年22年に、1月に始動して、だから本当出来たてほやほで、もう若いチームっていう感じで、その中で、どういうふうにこうつながったのかっていうのも、高校の先輩がいて、SNS だったりを昔からちょくちょく見てたので、そのつながりでこうちょっと練習参加させてもらって、大東欲しいなっていうことでいろいろこうアピールをもらい、いろんな話をして、ちょっと息が統合したというか、いろんな話をしながら面白いねっていうふうに僕もチームにこう興味を持ちながらも、即決はすぐできなかったというか、やっぱ海外に行きたいっていう思いがあったので、その辺を大事にしながら流山 FC っていうのを認知してて、考えときますっていう感じで流してたんですけど、とある光景を見て、俺はもうここに任せてもいいかなっていうふうに思ったことがあって、2人で食事、アキさんと食事行った時に、お会計しているところで、隣の席かなんかで、流山 FC のアキさんですよっていうふうにまず声をかけられて、そうですっていう話から、もうなんかすごい応援してますみたいな感じで、頑張ってくださいっていうのをこう目の当たりにした時に、なんか本当に愛されてるんだなというか、頑張ってねって言われることが、こんなにも他人からしたら素晴らしい光景なんだなというふうに思って、僕はもうその時のすぐにアキさんに身を任せてもいいのかなっていうふうに思って、それだけではないんですけど、ただそれが結構僕の中では大きくて、流山 FC に入るっていうふうに決めた第一要素でもありますね。一応その流山 FC に関しては、僕は選手兼コーチっていう感じで、選手をやりつつ、コーチという感じで、契約というか、そういう風に加入させていただいて、選手とコーチ2つやってます。怪我とかもちょっとあって、怪我してる時はコーチにちょっと専念というか、練習メニューをちょっと組んだり見たり、試合の時は声掛けしたりという感じでやらせていただいて、で選手、やれてる時は、プレーでというか、そういう雰囲気作りだったりプレーで引っ張っていく、そういう風な形でチームにはこう貢献させていただいているというか、やらせてもらってます。で一応その千葉県3部リーグでは、全勝優勝、7試合8試合ぐらい公式戦あったうちの46得点ぐらいの2失点、大量得点、2失点してしまったですけど、全勝優勝という形で千葉県3部リーグ優
勝させていただいて、で来年から千葉県2部に、昇格します。で本当つい最近なんですけど、サッカー系 YouTuber の提供中岡出身のアイムさんっていう、ミナーズっていうサッカーチームがあるんですけど、あの一人でその人がそのチームを作った DOA ユナイテッドっていうサッカーチームがあるんですけど、その DOA ユナイテッド VS 流れ星でこの前試合させていただいて、結果はもうそっちの方に出てるので言っちゃうんですけど、4対1で勝たせていただいて、で30分半かなの動画も全部あるので、そのアイムさんのチャンネルで見れたら、ぜひ見てください。僕は背番号22番で白の長袖というかそれ着て真ん中ら辺でちょっとプレイしてるので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。あとその、流山市についてはもうサッカーだけではなくて、やっぱイベントであったり、交流イベントだったり、そういうクリーン活動、活動をすごいしていて、そうゴミ拾いのボランティアであったり、地域の方との交流イベントであったり、そういうのをすごい大事にしてて、だからサッカーだけじゃなくて、やっぱ応援されていく環境づくりというか活動を行っていて、その辺のアマチュアリーグでやってるようなことはやってないというか、いい意味でいろんなことにこう顔出してっていうのと、あとはスポンサーが約30社ついてて、そのおかげでユニフォームであったり、あと優勝、千葉県の3部リーグ優勝した時もお祝いキャンペーンを立ち上げてくれた人がいて、最初50万円っていう設定をしてたんですけど、あと2週間57万円かな集まって、そのぐらいこう、周りの人にも応援されてるというか、お金だけじゃないんですけど、ただそういう風な形でやっぱ分かるというか、こう応援されてくれてる人がこんなにいるんだなっていう風に僕も思って、約5ヶ月間こう過ごした上で、流山市の魅力っていうのは本当にこうファンというかサポーターというかに愛されつつ、パートナー企業サポーターの方にこう支えられながら、僕たちは結果で示していく、その中でこう地域の方との交流を絶えさずやったりとかというふうな感じでこうやらせていただいて、僕も選手としてプレイヤーとして、そういう SNS 活動であったり、いろんな形でこうチームをこう認知してもらって、あとは僕個人もこう認知してもらいつつ、こんなのを上げていきたいなっていうのもあるので、ただサッカーして終わりじゃないので、僕はなんかこういろんな意味で知っていただくきっかけにもなってくれたらなと思って、今後とも頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。そう、ちょっと流れましいのユニフォーム見ようか。一応ユニフォームこれなんですけど、結構かっこよくて、メインスポンサーに慶応合算で、流れましのこの鷹をイメージした感じで、見えるかな、このしましま模様のこれが鷹の爪をイメージしてる感じで、この辺もすごい代表のアキさんもこだわって作ってくれて、でもう一つが黄色でこんな感じで、はい、今シーズンはこれを着させていただいて、優勝っていう形で結果を示せて、サポーターの形にっていう感じですよね。僕も話しててよく分かんなくなってきたので終わりにします。ではじゃあまた、今後とも応援の方よろしくお願いいたします。では次の動画で。